赤木さんの会社の同僚秋葉さんが亡くなった。家の近所にある小川に転落して亡くなったそうだ。現場に争った跡はなく、遺書もなかったため事故で亡くなったという形で処理された。新関さん、まさか秋葉さんが亡くなってしまうなんて信じられませんね。はあ、赤木、信じられないかもしれないけど、秋葉は殺されたんだ。え、殺された？誰にですか？実は2週間ほど前、秋葉と一緒に飲みに行ったことがあったんだ。じゃあ新関、またな。なんだ。塀から女の人が見てる。なんだろう。その女はニヤニヤとした笑いを浮かべ、秋葉さんを見ていた。なんだあいつ、多分変な人だな。絡まれたらめんどくさそうだぞ。あんまり見ない方がいいな。まだ見てる。何を見てるんだ、気持ち悪い。昨日の帰り、そんな女がいたんだよ。気持ち悪いだろ。それは気持ち悪いな。なんだろう、その女に好かれてるんじゃないの。おい新関、ん、秋葉、どうした。今日大変なことがあったんだよ。なんだよ、そんなに慌てて。数日前、塀から覗く女の話をしただろ。ああ、ニヤニヤ笑ってたとかいう女だろ。あの女、またいたんだよ。え、どこで。今日日帰りで出張に行ったんだけど、その帰り上野のホームにその女がいたんだ。俺は電車の中にいて、窓から外を見てたんだけど、向かいのホームでベンチから顔を出してこっちを見てたんだよ。え、見間違いじゃないのか。いや、確かにあの女だったよ。あの女、一体何なんだ。正直その話を聞いた時、秋葉のやつ幻覚見てるんじゃないかと思ったんだ。確かに塀から覗かれたっていうのは本当かもしれませんけど、その女は秋葉さんが日帰り出張に行くことや何時にどの電車に乗るのなんか知ってるわけないですしね。秋葉さん、会社にいるときは普通に見えたけど、そんな幻覚を見るほど精神的に参ってたのかな。いや、それが幻覚じゃなかったんだよ。え、それから1週間くらいしたときかな、昼休みに秋葉と昼飯に出かけたんだ。今の店初めて入ったけど、なかなか良かったね。また来てみようよ。あ、ん、秋葉はどうした。あの女だ。あの女がいる。え、あの女ってニヤニヤしてるっていう女か。あ、え、幻覚じゃなくて本当にいたんですか。うん、本当にいたんだ。すぐに走ってその女がいた場所に行ってみたけど、跡形もなく消えていた。な、本当にいただろ。あれがそうなのか。本当にいたんだな。それにしてもあの女何なんだろう。ストーカーなのか。それ警察に通報した方が良かったんじゃないですか。いや、ストーカーがいたと言っても何も証拠がないし、とにかく気をつけるしかなかったんだよ。そしたら数日後、夜中に秋葉から電話がかかってきた。ん？秋葉か。
こんな時間に電話なんて珍しいな。もしもし、もしもし、隕石、助けてくれ。あいつは人間じゃない。え、秋葉、どうした？何があったんだ？あの女、ニヤニヤしていたあの女が、俺の部屋に現れたんだよ。え？部屋の中に現れた？それで今どこにいるんだ？怖くなって外に出たよ。今日はお前の家に泊めてくれ。わかった。迎えに行くから角のコンビニのところで落ち合おう。で、一体何があったんだ？歩きながらでいいから詳しく教えてくれ。さっきな、ご飯を食べ終わって部屋の中でくつろいでたんだ。それで何気なく壁にかけてあった服を見たら、服と服の間からあの女がニヤニヤして見てたんだよ。しかも洋服の下から見えるはずの女の下半身が見えなかったんだ。怖くなってテレビのリモコンをぶつけたら洋服が落ちて、頭だけの女がニヤニヤしながらこっちを見て浮いてたんだよ。それで怖くなってスマホだけ持って出てきたんだよ。あいつは人間じゃない、幽霊なんだよ。ああ。おい秋葉、どうした？何があった？秋葉、秋葉。その後約束のコンビニの前に着いたけど、秋葉はいなかった。それでそこから秋葉の家に向かったんだけど、その途中に小川で倒れて亡くなっている秋葉を見つけたんだ。その後事情聴取で警察にあの女のことを話したけど、全く取り合ってくれなかった。結局あの女の正体は全くわからないし、なぜ秋葉がそんな目にあったのかも全くわからない。でも多分秋葉はあの女を見てしまったから亡くなってしまったんだ。そんなことが。え、ちょっと待ってください。昼飯を食べに行った時、新関さんもその女を見たって言ってませんでしたっけ？見たよ。そして最近俺の前にもその女が現れ始めたよ。本当なんですか？本当だよ。ほら、今もあそこにいる。赤木さんが新関さんの指差す方を見ると、ニヤニヤと笑う女がこちらを覗いていた。うん、消えた。あれがニヤニヤ笑う女。新関さん、なんでそんなに落ち着いてられるんですか？もう慣れちゃったよ。見てしまうものは仕方ないし、防ぎようもないから。それから2週間後、新関さんは亡くなった。秋葉さん同様、川に浮いているのを発見されたそうだ。あのニヤニヤ笑う女を見たら死ぬ。あの時赤木さんも見てしまったが、あれ以降赤木さんの前にあの女は現れていないそうだ。赤木さんはあのニヤニヤ笑う女がいつ現れるのか、自分も死んでしまうのか、不安で仕方がないそうだ。秋葉さんの前に現れた謎の女、ニヤニヤと笑い部屋にまでやってきたその女を見た秋葉さんは亡くなってしまいます。さらに一緒に目撃した新関さんまでも、見ると死んでしまうというニヤニヤと笑う女、一体何者なのでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。